こんにちは、霊夢です。マリサだぜ。霊夢、突然だが10秒チャレンジだ。いきなり？瞬きせずに、10秒間目を開いてくれ。せーの。わ、わかった。1、2、3、もう無理だわ。目がヒリヒリする。どうやら霊夢は、ドライアイっぽいな。ドライアイ？でも目薬は定期的に刺してるんだけど。確かに目薬で一時的に良くなるけど、眼科を受診しないと根本的な解決は難しいぞ。目薬だけじゃダメなの？それにドライアイって体質だと思ってるけど、霊夢みたいに、ドライアイを放置する人は多い。眼科の受診がおすすめだが、予防はできるぞ。予防できるの？早速教えてちょうだい。オーケー。その前に、どうしてドライアイになるのか、仕組みを理解してくれ。ここで質問。水と油を一緒に入れるとどうなる？そりゃあ水と油は混ざらないから、分離して二つの層に分かれるでしょ。正解。実は健康な目の表面って、それと同じで水と油の層になっている。目に油？水分が涙なのは想像つくけど、油って何？この図を見てくれ。これは眼球を横から見た構造図だ。ほう。さらに角膜を拡大するとこんな感じ。ほんとだ。水と油の層になってる。これがドライアイと関係あるの？そう。霊夢が水と油は混ざらないって答えたけど、油で覆われていて水が蒸発しづらいということだ。油の蓋ってことね。で、この油はどこから出てるの？それがマイボーム腺で、ドライアイと関係があるんだ。マイボーム腺？初めて聞いたわ。だろうね。さっきの断面図を見てくれ。まぶたの中の赤い線の部分があるだろ？これがマイボーム腺だ。まぶたの中にあるのか。ここから油を出してるのね。マイボーム腺の油の分泌口は、まつげの根元あたりにあって、ここから目の表面に油を供給してるんだ。ここなら目の表面に油がつきやすいわね。で、このマイボーム腺がどうなるとドライアイになっちゃうの？この写真を見てくれ。これはまぶたの裏側を特殊撮影したものだが、筋状に見えるのがマイボーム腺だ。直感だけど、ぼやけてる方がダメなマイボーム腺？正解。これはマイボーム腺が詰まるなどして機能していない状態。これをマイボーム腺機能不全、MGD と呼んでいるんだ。MGD は、マイボーム腺の油が固まり、油の分泌口が詰まって機能しなくなる状態だ。油がなくなったら、水分が保てず蒸発しちゃうね。そう。目が乾きやすくなって、ドライアイになってしまう。他にもこんな自覚症状があれば、MGD の疑いがあるぞ。でも詰まった油ってどうやってなくせばいいの？詰まった油分は温めることで溶けやすくなる。つまり目を温めてあげるのが効果的だ。確かに冷えて固まった油って、温めると溶けるよね。でもどうやって温めるの？火で炙るとか？そんな危険なことできるわけないだろ。温める方法として、温暗包がある。温暗包？温暗包は、患部を温める治療法の一つだ。目の場合、まぶたの上から皮膚を通して温める。温めると、どういう効果があるの？さっきも言った通り、固まった油が溶けやすくなって、マイボーム腺の機能が回復、ドライアイが改善する。ドライアイが改善？それは期待しちゃうわ。これは、トルマリン温熱アイマスクを使った温暗包の効果を検証したものだ。油の塊が解消している。油の塊ってはっきりわかるものなのね。それよりトルマリン温熱アイマスクって何さ？トルマリン温熱アイマスクは、目の温めグッズだ。遠赤外線効果のあるトルマリン配合のセラミックボールで、じんわり目を温める。枕のような構造になっているぞ。ああ、袋の中につぶつぶが入ってる感じね。それをまぶたの上に乗せればいいの？そう。電子レンジで約30秒温めたら、あとはまぶたの上に乗せて5分待つだけ。これを1日2回やればドライアイ予防の効果が期待できるぞ。簡単ね。ズボラな私でも続けられそう。でもそれなら、お湯で濡らしたタオルでも同じじゃない？お湯で温めたタオルは冷めやすいのが欠点だ。そもそも毎回準備するのは面倒だし。それに、自宅以外では使いづらいだろ？確かに。毎回準備する時点でやらなくなるわ。電子レンジがあれば職場でも使えるから、やっぱりトルマリン温熱アイマスクにする。ちなみにトルマリン温熱アイマスクのカバーは洗濯できる。汚れたら洗って清潔さをキープしてくれ。オーケーよ。他には温めると良い効果があるの？血行が良くなって新陳代謝が活性化することで、眼精疲労を軽減できる。温泉で血流が良くなって、疲労回復するのと同じだな。温泉、それはイメージしやすいわ。あと、温めることで副交感神経が優位になり、リラックスできる。よく眠れるようになるぞ。あれ、聞いている？むにゃむにゃむにゃ。わかりやすいやつだな。あと、普段から水分をしっかりとったり、時々目を閉じて休めることも忘れずに。ではまた。